そういう、なんだろう、実際にあるものの巨大化はうまいんだけど、想像の産物としての怪獣がなんかいまいち俺にピンとこなくて。いや、それはだから、いるのをまだ気がついてないわけです。そうですか。大丈夫ですよ。ダイヤモンドの半魚人だとさ、でかくはないけど、素晴らしくないあのデザイン。まあ、半魚人はね、素晴らしい。ダイヤモンドの半魚人ってね。うん、あ、でも、ゴジラと同じです、確か。54年の。54年か。ユニバーサルの会計なんだけど、アマゾンに。美女と野獣。半魚人がいる。半魚人。シェイプオブウォーターの元ネタだけど、うん、シェイプオブウォーターより135倍ぐらい。いい映画で。じゃあすごいのはね、あの、そのアマゾン川で泳いでるお姉さん下から見て一目惚れして襲いに行くんだけど、一緒に泳ぐんだけど、どうやってんのか一切泡出ないんですよ、こいつ。え、エラ呼吸とか泡出さないよねって思うけど、あ、そういうことか。永遠泳いでて、あいつ泳いでるとこで一切泡出ないの、うん、だスタントマンはとかずっと息止めて泳いでるんだ、あれ。そういうことね。すごくない？いやね、絵も綺麗だし、本当にその、うん、半魚人と女性が傷で泳いでるのをこう水中カメラで撮ってるだけで恋をしたらもう一目で分かるんですよ、うん、素敵なロマンチックなやつあれは。というわけで別に海外のモンスターも捨てたもんじゃない、はい、ダイヤモンドの半魚人一回見てみてください、はいはい、調べてみます、うん、ゴジラが作られてから 3,4 年後に、うん、ねえキスしてよとグリーンワイド